松山市は20歳が参加する成人の式典の名称を来年以降、成人式から20歳の集いに変更することを決めました。松山市では20歳が参加する成人の式典をこれまでは成人式として行ってきました。民法の改正でおととし4月から成人年齢が18歳に引き下げられる中、市は去年の成人式の参加者ら1100人余りにアンケートを実施。およそ8割が名称の変更を望んだため、来年1月の式典から成人式の名称を20歳の集いに変更することを決めました。市は地域と協力して参加者にとって魅力ある式典にしていきたいとコメントしています。